1>, 1月6日、金曜日の、山陽新聞ニュースです。6日は、二重四節気の一つ、召喚です。寒の入りで冬本番を迎える頃とされ、岡山県内はこのシーズンらしい、寒い朝を迎えました。冬型の気圧配置は緩んだものの、最低気温は16観測地点のうち、12地点で氷点下を記録しました。 岡山市の半田山植物園では、老梅が見ごろになり、丸い花びらが特徴の満月老梅が黄色の花を咲かせ、園内に甘い香りを漂わせています。インフルエンザが流行期に入ったとして、岡山県は6日、県内全域にインフルエンザ注意報を発令しました。発令は2019年シーズン以来、3シーズンぶりです。 新型コロナウイルスの感染防止と合わせ、マスク着用や手洗い、消毒の徹底、室内の定期的な換気などを呼びかけています。岡山県内の公立小中学校のトップを切り、岡山市、玉野市、そして新見市の学校で6日、3学期の修行式がありました。児童生徒は、急拡大する新型コロナウイルスへの 感染対策を講じながら、2022年度の締めくくりとなる楽器をスタートさせました。他の県内市町村では、公立小中学校は10日に、始業式を予定しています。続いて、天気予報です。1月7日、岡山県南部は、曇り、後、晴れ、朝、一時、雨か雪、ところにより、 朝から昼前、雷を伴うでしょう。最低気温はマイナス1度、最高気温は10度でしょう。岡山県北部は曇り、朝から昼前、雪か雨、ところにより雷を伴うでしょう。最低気温はマイナス3度、最高気温は7度でしょう。降水確率は岡山県南部、午前60%、午後10%。 岡山県北部、午前70%、午後20%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。